さまごきげんよう、高松奈良でございます。私フェイス女学院出身お嬢様なんです。こちらご覧ください、本物の制服でございます。本日初お披露目でございます。はい、フェイス女学院の夏服でございます。上から吊るタイプで結構あの高く売れるんです。見たことないですけども安くても2万、高いと10万くらい。ぜひお買い求めください限定1着でございます本日はですね、お嬢様子あるあるをご紹介したいと思います。まずはこちら、おしゃか、あ、借りてきた本返さないと。太宰の本がここで、三島の本が、ここで、すいません、申し訳ございません。本を返すときにゴトンと音を立てるだけでお不良呼ばわりされるゴトンと音でものすごく怒られます。続いてはこちら、呼び出し。先生何ですか。はい、確かにこの言葉遣いおかしいですけども、わかりました、書き直してきます。お笑いのネタをやるのに先生の経営図がある文化祭の時に例えツッコミで北方領土かという例えツッコミを入れたところ、国際問題になると大問題になる下校、あらやだ、またあんなところにいらしてねえ。コンビニは治安が悪いから絶対に行かないという派閥がある私はこちらの派閥に所属しておりますバレンタイン、ありがとう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 。ショートカットと足が速い人は異常にモテる私足があのフェリス学院で一番速くて、はい、あの神奈川県ベスト8なんですよ。800メートル走です、はい、ベスト8なので、あのものすごいチョコレートたくさんもらいましてバレンタインの少ない年でも100個ぐらいで、多い年だと200個ぐらいあのもらっていきました。全部女の子から実際あの誕生日の時なんですけども、誕生日の時知らない後輩から手紙を頂戴いたしまして、その手紙を見たら、先輩と出会ってから526日経ちました先輩のことが好きですというお手紙を頂戴したことがございます。はい、怖いですよね続いてはこちら、思い出話。あら、あなたも、私も小さい頃ございました。あら、あなたも。幼い頃に自宅の噴水で溺れたことのある人は意外と多い噴水もしくは滝ですねお昼休み、ねえ、せっかく中華街が近くにあるのに行かないってなんだかもったいないですわよね。お昼休み45分間ありますから行きません。コース料理のため戻ってきたら6時間目だったバレました校内放送、あらやだ、また現れたの。今月に入ってから3回目ですわ。やーねー、校内放送で転出者速報が流れるえ、ちなみにこんな感じ、衣類を身にまとっていない不審な方が現れる皆様、転出者の方には気をつけましょう丁寧です卒業、ねえなんで、ねえなんで、一緒にお笑い一生懸命やるって決めたのに、ねえ漫才一緒にやるって決めたのに、なんでどうって。お笑いコンビ解散の理由が宇宙工学を勉強したいから今あの元相方はですね、フェリス女学院を中退しまして、それでアメリカのワシントン大学で宇宙工学を勉強しております。あの今何勉強してるのとあのメールをしたところ、ストラクチャーと書いてきましたわかりません以上、高松奈々でした。それではまたごきげんよう、ジューベルト。高松奈々チャンネルではフリップ芸からニュース解説まで幅広く発信しております。ぜひチャンネル登録してくださいませ。おパーソナルおコンピューターの方はこちらからでございます。おスマートフォンの方はこちらからでございます。それではごきげんよう。
シューベルト。